エムステ登場神宮寺裕太が見せるベルサーチの豪華コーディネート全解説7月19日放送神宮寺裕太のファッションセンスベルサーチのミッドライズジーンズの魅力と着こなし術7月19日のミュージックステーション M ステに登場した神宮寺裕太さんがイタリアの高級ブランドベルサーチバーセースの衣装を身にまとって登場しましたその豪華なコーディネートは 多くの視聴者の目を釘付け気にしファッション愛好者たちの注目を集めました彼の着用したアイテムはスウェードボンバージャケットロゴ入りリブニットタンクトップそしてミッドライズストレートレッグジーンズといった一つ一つが洗練されたデザインのものでしたまず神宮寺さんが着用していたスウェードボンバージャケットについて詳しく見ていきましょうこのジャケットは 元踊り字53万5992円で販売されていましたが、現在はセールで20万100円にまで値下げされています。このジャケットは高級感と実用性を兼ね備えており、単なるアウターとしてだけでなく、ファッションステートメントとしても一目置かれる存在です。特に、このジャケットは最高品質の素材を使用しており、耐久性がありながらも非常に快適な着心地を提供します。その違いは、 高品質な商品を購入することで実感できるでしょう。また、このジャケットのデザインは非常に独創的であり、クラシックなベルサーチのパターンとディテールが取り入れられています。複雑なディテールとシンプルな形状が調和し、ベルサーチのクラシックなスタイルを見事に表現しています。このジャケットは、フォーマルな場でもカジュアルな場でも着用可能であり、その汎用性の高さから、 様々なコーディネートを楽しむことができますさらにこのジャケットはフィット感にも優れており着用者にぴったりとフィットするように設計されていますこれによりスタイリッシュでシャープな見た目を保ちながらも快適さを失うことがありませんまたポケットやジッパーといった機能的なディテールもスタイルと実用性を兼ね備えており非常に使い勝手が良いですここのジャケットを購入することで 単なるアウターではなく長年愛用できるワードローブの一部を手に入れることができるでしょう次に神宮寺さんが着用していたロゴ刺繍入りリブニットタンクトップについて見ていきますこのタンクトップは22,330円で販売されておりヘザーグレーのカラーとストレッチコットン素材が特徴です前面には刺繍ロゴがあり丸首でノースリーブストレートヘムのデザインです このタンクトップは100%コットンで作られており、非常に快適な着心地を提供します。洗濯の際には、メーカーの指示に従ってケアすることが推奨されています。続いて、ベルサーチのミッドライズストレートレッグジーンズについて見ていきましょう。このジーンズは106,260円で販売されており、イタリア製の高品質なデニムが使用されています。 ライトブルーのカラーにウォッシュドデニムとブリーチエフェクトが施されフレードブリムとメデューサヘッドのシグネチャーボタンが特徴です背面にはロゴパッチがありミッドライズのデザインでベルトループフロントボタンとジッパーファスナークラシックな5ポケットスタイルを備えていますこのジーンズはその高い品質とスタイリッシュなデザインから多くのファッション愛好者に支持されています最後に 神宮寺さんが着用していたベルサーチメルクリースニーカーについて見ていきますこのスニーカーは14万7770円で販売されておりベルサーチのブランドコードと精巧なクラフトマンシップを融合させた未来的なデザインが特徴ですこのスニーカーは軽量でショックアブソーバー機能を持つグレーカゴムとエバソールを採用しておりカットアウトメッシュのアッパーにはハンドノットのロープ構造が施されています フットベッドにはダイナミックなスクリーンプリントのメルクリーロゴがあり、シュータンにはフォイルベルサーチロゴとジャカードグレーカリボンタブが付いています。シュータンにはベルサーチロゴが刻印され、ヒールカウンターには M アンダーライン VS アンダーライン01スタイルコードが施されています。さらに、サイドのゴムループにはベルサーチロゴが刻印されており、グレーカプルタブが特徴です。これらのアイテムを身にまとった神宮寺さんは、 まさにベルサーチの魅力を余すところなく体現していました。彼のコーディネートは、ただのファッションとしてだけでなく、一つのアートとしても評価されるべきものです。彼のファッションセンスとベルサーチの高品質なアイテムが見事に融合し、視聴者に強烈なインパクトを与えました。神宮寺さんのスタイルは、ファッションに対する情熱と深い理解を感じさせます。彼が選んだアイテムはすべて、 単に見た目が良いだけでなく、機能性や着心地にも配慮されていることが分かります。彼のようなファッションアイコンがいることで、ファッション業界はますます活気づき、多くの人々が自分のスタイルを見つけるためのインスピレーションを得ることができます。ファッションは自己表現の一つの手段であり、神宮寺さんはその重要性をよく理解しています。彼のコーディネートは、ただ流行を追うだけでなく、 自自分自身の個性ををを反映させるるこことと大切にしていることを示してていい示ます。彼のファッションから学べることは単に高価なブランドを着ることではなく自分のスタイルを見つけそれを堂々と表現することの重要性ですベルサーチのアイテムは確かに高価ですがそれだけの価値があります高品質な素材と洗練されたデザインは長く愛用できるアイテムとして多くのファッション愛好者に支持されています 神宮寺さんが着用したアイテムも彼のファッションセンスを引き立て視聴者に強烈な印象を与えましたファッション業界は常に進化しており新しいトレンドやデザインが次々と登場しますしかしクラシックなスタイルや高品質なアイテムはその価値を失うことなく常に愛され続けていますベルサーチのアイテムはその代表例であり多くの人々にとって憧れの存在です 神宮寺さんのようなファッションアイコンがいることで、多くの人々がファッションに興味を持ち、自分のスタイルを見つけるきっかけになります。彼のコーディネートから学べることは、自分のスタイルを見つけ、それを表現することの楽しさと重要性です。ファッションは単なる衣服ではなく、自己表現の一つの手段であり、それを通じて自分自身を表現することができます。最後に 神宮寺さんのファッションに対する情熱と理解に敬意を表し彼の今後の活動にも期待しています彼のようなファッションアイコンがいることでファッション業界はますます活気づき多くの人々が自分のスタイルを見つけるためのインスピレーションを得ることができます彼のコーディネートから学べることは自分のスタイルを見つけそれを堂々と表現することの重要性ですファッションは自己表現の一つの手段であり 神宮寺さんはその重要性をよく理解しています。彼のファッションから学べることは、単に高価なブランドを着ることではなく、自分のスタイルを見つけ、それを堂々と表現することの。ベルサーチのアイテムは確かに高価ですが、それだけの価値があります。高品質な素材と洗練されたデザインは、長く愛用できるアイテムとして、多くのファッション愛好者に支持されています。 神宮寺さんが着用したアイテムも彼のファッションセンスを引き立て視聴者に強烈な印象を与えました最後に神宮寺さんのファッションに対する情熱と理解に敬意を表し彼の今後の活動にも期待しています彼のようなファッションアイコンがいることでファッション業界はますます活気づき多くの人々が自分のスタイルを見つけるためのインスピレーションを得ることができます彼のコーディネートから学べることは 自分のスタイルを見つけ、それを堂々と表現することの重要性です。